悪と仮面のルールは中村文則による日本の小説である。2010年6月29日に、講段社創業100周年記念、書き下ろし100冊作品として単行本が刊行された。2013年10月16日には講段社文庫版が発売された。本作の英訳版が、ウォールストリートジャーナル誌の2013年、ベストミステリーの10作品に選ばれる。 2018年に映画化された。11歳の時に、父、久喜正蔵からこれからの教育方針を聞かされていた、文広は、もうすぐ14歳を迎える頃、父からの危害を予測して、父を殺害する決心をする。香りを守るために行ったことだったが、母親にだと思っていた、文広の顔がひどくやつれて人相が変わり、醜い父親に似てきて文広は、愕然とする。 肖像は消息不明とされたまま、香織は高校進学で、文広は大学進学で二人ともくき家の屋敷を出て、文広は東北の大学に行く。自殺も図るが、自分を消滅させることを考えるようになり、整形して別人となって香織を守る生活を始める。その香織はクラブのホステスになっていた。文広は香織を守るために行動を起こす。 2018年1月13日に映画化され全国公開された。主演は玉木博ありがとうございます。